熱狂のロシアからおよそ7500キロ、こちら福岡でも白熱の J2 注目の一戦が始まります。2018明治安田生命 J2 リーグ第19節、アビスパ福岡対アルビレックス新潟の試合をお伝えします。さあそしてこの会場では現在石津大輔選手 J リーグ通算200試合出場達成のセレモニーが行われています。フォーメーション見ていきましょう。まずはホームの福岡です。続いてアルビレックス新潟のスターティングメンバー、こちらの11人です。さあどこを狙ってくるか、ファーサイド囲いが出てきて、さあボールシュート、ディフェンスに当たりました。いや素晴らしいですね。はい、体を張って抑えました。最後は26番戸島のシュートだったでしょうか。森本戻して、松田のクロス、ヘディング、いやいいボールでしたね。ゴールキーパーアレックス・ムラーレア、パンチング。2016年9月にはブラジル代表にも選ばれたゴールキーパー。そうですね、ここは外を広がってフリーな状態でインスイングでしたけども、まあ、キーパーとディフェンスの間で、はい、まあ、いやらしいところにボール出しましたけども、キーパーがね、さあここは加藤か、加藤のボール、タレス、ヘディング、ゴールバー、クロスバーに当たりました。悔しがりました。いやかっこいいタッチしましたか。いや触ってないんじゃないですかね。だけどやっぱり キーパーとディフェンスの間のところですよね、非常にいいボールを上げましたね。少しそのようにも見えましたが、さあ共に選手が1人ずつ変わっています。後半17分です。和光、中央へのボール、アレックス・ムラーリア、ボールこぼれた、もう一度キャッチしました。ドゥドゥと競り合いました。ここは、まあ、共に同じ故郷ブラジル人同士のドゥドゥとアレックス・ムラーリア。さあそして何やら選手が4人集まって話をしています。ここから一気に分散していくんでしょうか。ちょっと入り方を見とかないといけないですね。はい、加藤のボール、中央ヘッド、ゴールキーパー囲い、今のボールはこぼれているが、いや素晴らしいですね。加藤ファインセーブ。ボールがヘディングで和子ですね。そうですね、ここはいや和子が守りました。自分の前で蹴れるか、安田シュート決まった。後半30分安田が決めました。今シーズン4得点目、7試合ぶりのゴールは見事な直接フリーキック。ドゥドゥ、サネト途中出場、起動、低いボール、フリーダー、ワコ左足、決定機でした。まあ、崩しとしては完璧でしたね。はい、まあ、コントロールが少し自分のイメージとして長くなったので、まあ、これ軌道よく見えてましたね。素晴らしいボール、ちょっと外側に向いてしまったので、まあ、自分のイメージしたところに置けなかったというのは非常に残念ですね。鈴木潤から前線へ、もう一度豊島からつながった、川田が右足決めた。それは川田が決めました。今シーズンの5得点目。いや素晴らしいカウンターでしたね。はい、川田が決めました。左足首靭帯の怪我から復帰したこの川田、復帰して初めてのゴール。ここでボールを受けて、レ
静に自分の打ちたいポジションに持ってきながらですね。いや落ち着いてましたね最後。そうですね。さあここで長い笛、試合終了。アルビレックス新潟4試合ぶりの勝ち点3です。一方敗れたアビスパ福岡、4試合ぶりの敗戦ということになりました。